こんにちは、速稼塾の久保です。前回浩二さんに来ていただいた時にいただいた、あ、これ品物になりますけども、これ何でしょうね。ちょっと開けてみますね。いや、あのね、前回おかきをいただいてね、おせんべいとかを最後の1枚になりました。今回はなんかヨーグルトギフトっていう風に下の方には書いてますけどね。あ、これはちょっと結構いいやつじゃないですか。わあ、これね、大和くんもね食べれますからね、家族でいただきます。ヨーグルトだ。へえ、いちごのムース、ちょっと取れないですけども、箱が閉じてきて、いや嬉しいですね。浩二さん、ありがとうございます。いろいろと本当にこうやって YouTube 放送するようになって、いただき物を本当に送られてきたりとか、手渡しされたりとかね。あと、大和くんが生まれてきた時には多くの方からご祝儀いただきました。その時には知らなかったんで、今からですけども送りますみたいな方でね、後から祝儀っていうのもね来たりするんですけども、本当に恐縮でございます。大和くんもね、おかげさまで11月11日で、再来月で2歳になるんですよ。早いですね。大和くんが生まれる前から私の動画を見てくださる方もたくさんいて、一番古いのが2012年からですからね。皆様と共に育ってきた速稼塾、そして隠居 TV でございました。いただきます。ありがとうございました。